被害が少なくてよかったですね。当然ですわ。あの程度の事故でしたら私一人で十分でしたわ。スミレ、過信は禁物よ。町の人に怪我でもあったらどうするつもりなの？イエーイ、よくられてやんな。大体お前一人で何ができるってんだよ。お、始まった。この二人の喧嘩を見んと霊撃に帰ってきた気がせんわ。もうコーランまでそんなこと言って。ねえレニー、なんとかしてよ。心配しなくていい。いつものことだし。まあ、これ行事みたいなものですね。ほっとくのが一番です。そうかもしれませんけど、大神さん、なんとか言ってください。なんでおっしゃいますの。私はカンナさんなんか。そうだぜ、あたいだってスミレなんか。へえ、
人ともお顔真っ赤っか。図星を刺されて恥ずかしがってるんだ。二人とも認めればいいのに。レニー、お前な、あれだ、だからあたいはほら。あら、カンナさん、私のことが好きなら好きとおっしゃればいいのに。なんだと、こんなトゲトゲのサボテン女、誰が好きなもんか。あらあら、何やってるの。いつまでも戻ってこないから心配になって来てみれば。大神くん、いいのよ。ほら、みんな疲れたでしょ。サロンでお茶でもしてきなさい。だってさ、ほら行くぞサボテン女、続きがしたかったらついてきな。お待ちなさい、今日という今日は許しませんことよ。もう、あの二人は本当に懲りないわね。じゃあ、楓さん、私たちも。そうね、ご苦労様。後で次の舞台の話をするからサロンで待っててくれる？舞台？それで演目は何なんですか？それは後のお楽しみよ。さあ、スミレたちと一緒にサロンで待っててちょうだいね。わかりました。それでは失礼します。大神くんもご苦労様。今日の出動、なかなか手際が良かったわよ。どう？新しい工具は。だいぶ操縦にも慣れてきたみたいだけど。工具二式、パリ歌劇団の工具 F2 の設計思想を受けた新型工具。前の国旗会との戦いで活躍した工部会に追加蒸気ユニットと、搭乗者の個性に合わせた強化パーツによる武装を追加した機体なの。ん？錦の足元に何か汚れがついているわね。金粉？変ね、どこでついてきたのかしら。じゃあこの金粉、紙に包んでおくから月組隊長の加山くんに渡しておくといいわ。それと大神くん、米田司令がお話があるそうよ。司令室に寄ってくれる？おい、かすみ、最近起きてる事故について大神に説明してやってくれ。はい、かしこまりました。それでは大神さん、こちらの画面をご覧ください。最近銀座の周辺で蒸気機械の暴走による事故が相次いでいるんです。今月に入ってから大小合わせて27件も起きています。ほぼ毎日って感じだ。ユリ、原因はつかめたか？いえ、調査中ですが、それぞれの事故の共通点があまりにも少なくて、神崎重工の技術者の方にも手伝ってもらっているんですが、見当もつかないようです。そうか、仕方ねえな。椿、被害状況を詳しく教えてもらえるか？はい、重軽傷者67名、幸いなことに死者は出ていません。建物や蒸気機械の被害は総額750万4300円、
今の程度には相当な痛手です。ただの事故とも思えませんし、原因さえ分かれば防ぐことができるんですけど。どうも引っかかるんだよ。悪意とでも言うのか、背筋にゾクッとくる。大神、ちょっとばかし厄介なことになりそうだ。気を引き締めておけよ。はい、わかりました。支配人にはそう伝えておきます。米田支配人、楓さんから台本が届いたとの連絡です。おお、やっと届いたか。今回は金田先生に頼んだから遅かったんだよな。よし大神、お次は舞台の話だ。支配人室まで来てくんな。もう支配人ったら、よっぽど今度の舞台に思い入れがあるみたいですね。大神さん、事故の調査は私たちに任せてください。情報収集は得意ですから。それと大神さんの服は更衣室に置いておきましたから、途中で着替えてくださいね。待ってたぞ、早く入ってこい。ああ、今度の舞台は大神、お前に全てを任せようと思うんだ。舞台の演出から劇場運営まで俺のやってたこと全てだ。お前が総合演出をするんだ。大丈夫だって、楓くんも補佐してくれるし、霞たちもいるんだ。それにな、これは俺が決めたことだ。大神、任せたぜ。大神くん、しっかりと頑張ってね。私も手伝うわ。ああ、無情だ。楓くん、渡してやってくれ。はい、支配人。大神くん、出来たての台本よ。パリを舞台に、一人の男の生き様を描いたドラマなの。パリといえばよ、大神。パリ歌劇団花組に思うところのあるやつはいたか？そうか、半年しかいなかったしな。知ってる、大神くん、あなたがパリに行ってすぐ帝劇は大騒ぎだったのよ。みんなパリに行くって言い出しちゃってね。そんなこともあったな。大神は知らないだろうけどよ、楓くん覚えてるか。パリに行かせてくれなかったら二度と舞台に出ないってダダをこねたやつもいただろう。いましたね。あの時は本当に困りました。大神くんのよく知ってる人よ。その子とお正月も一緒に過ごしたでしょう。ほら、心当たりはない？そうよ、奇跡の鐘でも聖母様を演じたでしょ。口に出しにくいだろ。この写真の中から選べばいいぜ。大神くんが帝都を立って1ヶ月ぐらいは平気だったようだけど、やっぱり
大神くんに会いたくなっちゃったのよ。あたいだけど、隊長こっちに来てるかい？もうかんな、ちょうどいいとこに来たな。いいぞ、入ってこい。あ、隊長、探したんだぜ。ああ、なかなかサロンに来ないからみんながあたいに呼んでこいってさ。あ、そうそう、ちょうどいいところに来たってどういうことだ？お前がパリに行きたいってダダをこねた話よな。ああ、あのこと？もういいじゃねえか。あの時はあたいも言い過ぎたと思ってんだからさ。ようやく認めたな。大神の前だからって素直になりやがってよ。もういいだろ、みんなが待ってっからさ、隊長を連れてくぜ。あ、大神くん、アーム長の台本、みんなの分も持っていってね。じゃあ行こうぜ、あたいについてきな。ああ隊長、ちょっと聞きたいんだけどさ。パリ歌劇団の特訓とかいろいろな理由があったんだけど、私にとっちゃ隊長に会う、それが目的みたいなもんでさ。ほら、あたいはスミレみたいに色恋沙汰に慣れてねえから、自分の気持ちなんだけどよく分かんなくて、支配人にもあたいがダダこねてるみたいに見られちまってるし。まあ、どうなんだろう、あたい変なのかな。そうかな、まあ隊長がそう言うならそうなんだろうな。まあ、悩んだら行動、後から考えればいいってことか。会いたいから会う、会いたいから食う、それでいいんだよな。さて、行くか。きっとみんな待ちくたびれてるぜ。注意、遅いですわ。あまりにも待ちすぎて首が長くなってしまいました。それで大神さん、次の舞台は何をするんですか？おおきに大神はん、ところでアーム城ってどんな話なん？19世紀のパリを舞台にジャン・バルジャンという殿方の一生を描いた感動巨編ですのよ。原作を読んだことがありますが、それはもう涙なくては語れない素晴らしい物語でしたわ。はいはい、わかったわかった、話は後で台本読むからいいとして、で、今回の主役は誰なんだい？ジャン・バルジャンは男だろ、なら、あたいか。ディア王の後からだから約2年ぶりの主役か。今から腕が鳴るぜ。一味違うジャンバルジャンをこのあたいが演じてやるよ。
ちょっと待って、配役の話は私からするわ。それで配役なんだけど、ここでみんなに伝える？それとも私が後でさくらたちに伝えておく？ええ、わかったわ。それじゃあ図書室に行ってみんなで台本を読みましょうか。はーい、一緒に台本読もう。うん、いいよ。みんな行ったみたいね。さあ、大神くん、私たちも行きましょう。無常について詳しく知ってる？かなり長くなるけど、あらすじの説明をした方がいいかしら。そう、わかったわ。そろそろあの子たちも台本を読み終わる頃ね。大神さん、台本読み終わりました。ジャンバルジャンってとっても立派な人だと思います。腕っぷしも強いしな。ジャンバルジャン役、あたいがやりたかったぜ。しかしジャベールは不愉快ですね。この人は堅物すぎます。そうかいな。うちその役やねんけど。不愉快さなら強欲なテナルディエフさえも負けていませんわ。そうでしょうか。私その役なんですけど。ジャベールもテナルディエも性格がひん曲がっているとしか思えませんわ。確かにムカつくやつだけど、それをスミレに言われると腹立ってくんな。そういう時代だったのよ。戦争や病気のために人々の心が荒んでいたの。戦争があったの？19世紀のフランスは今のパリみたいに華やかじゃなかったんだ。まあコゼットとマリウス中2人が結婚するお話はハッピーでええんやけどね。そうですよね。この2人の結婚のお話、希望に満ちていて好きです。レニーが恋人の役なのか。お似合いだね。そうだね、頑張ろう。とは言いましても、このお話には不愉快な方が多くて嫌になりますわね。まあまあ、スミレはん、これは昔の話やし勘弁したってや。違うわよ、コーラン。ああ無常の作者がね、こう言ってるの。人々が苦しんでいる間はこの作品を読む必要があるだろうとね。この意味、大神くんはわかる？そうね、この話には真実があるわ。人の心は弱い。だから支え合わなければならない。ジャンバルジャンにとってのミリエル司教のようにね。そういうことかいな。さすがは大神藩、よう分かってはるわ。みんなも分かったわね。だから米田支配人はああ無常を選んだのよ。分かりました。私たちがテートの人たちの心の支えになります。そのことこそが私たち帝国歌劇団の真の任務ですから。それじゃあ最後に重大な発表があるの。今回のアーム上は
大神くんに舞台の演出から劇場運営までやってもらうわ。要は総合演出ね。大神さんが総合演出ですか？うわー、すごいじゃないですか。総合演出の大神くんに挨拶をしてもらうわね。はい、どうぞ。あれだって最初は自信なんてないもんさ。任せな、あたいも頑張るよ。そうですわ、注意。トップスターの演技で必ずや成功させてみせますわ。それじゃ、これで解散ね。明日からは衣装を着ての舞台稽古をしましょうか。ついに隊長も総合演出か。責任重大だな。まあ、なんかあったら、あたいに相談しに行きな。いろいろと教えてやっからさ。じゃあ、しっかり頼むぜ、隊長。